天童市の学校給食センターで新たな調理室の運用が始まりました。食物アレルギー対応や金属探知機など食の安全に配慮した施設となっています。今日内覧会が行われた天童市の学校給食センターは市内の小中学校など17校におよそ5400食を提供しています。今回導入したのは1時間あたり3500食のご飯が炊ける最新の連続炊飯器で、強力な磁石が設置され金属類を取り除くことができるということです。さらに金属探知機も設置され、学校給食で懸念される異物混入を防ぐ仕組みになっています。また近年は児童生徒の食物アレルギー対策の需要も増していることから、1日最大50食分のアレルギー対応給食を調理する調理室が設置されました。いつでも美味しい温かい給食を生徒児童さんの方に届けられるように衛生面にも気をつけて、進めていきたいと思います。天童市学校給食センターの運用は今月11日から始まります。